ドライブガールズ。手加減は一切しないわ。設定を変更するぞ。ご一緒できて嬉しい。さあ始まるよ。そちらのロビーでお待ちください。はい。あの女の子が手配してくれたおかげで救急隊がすぐに駆けつけてくれて、ほんと助かったよ。あ、でも一番助かったのは私かも。何しろ付き添って到着した先が救急隊センター、テスト会場のすぐ隣だったなんて。エントリーにも時間ギリギリで間に合った。私ってラッキーかも。って救急隊の行き先が救急センターなのは当たり前か。ちょっとよろしいでしょうか。はい、何ですか。中央管理センターってどこにあるかご存知ないでしょうか。中央管理センター、ああ、そこなら知ってますよ。
さっきまで付き添ってた場所ですから。まずはこの建物を出てですね。わざわざ付き添っていただいてすみませんでした。いいんですいいんです、道順をうまく説明できなかったのは私ですから気にしないでください。それでは失礼いたします。ありがとうございました。どういたしまして。なんか一緒にいるこっちまでほんわかしちゃう子だな。ん？うわー、もうこんな時間！テスト！で、終わった？はい。呼びしてから20分も経過してますよ。テスト自体5分もあれば終わりますし。そんな。なんだ騒がしいな。どうかしたのか。あ、これは R 教官。それがこちらの受験生がですね。それは気の毒だったな。なるほど。資料によると学校での成績は優秀だったわけでもないな。自覚はしてるけど改めて言われると傷つくかも。だが私はここに書いてある志望動機が気に入ったよ。志望動機？あれ？私なんで書いたっけ？そうだ、困っている人を頑張って一生懸命に助ける仕事がしたいですだったっけ。珍しいからな、こんな作文みたいな動機を書くやつは。褒められてるのか笑われてるのかどっちなんだろう。なんか複雑。どうだ、お前さえやる気があるなら私の権限で特別にテストを受けさせてやってもいいぞ。え？本当ですか？ああ。ただし、普通のテストじゃないよな。普通じゃない？それでもよければの話だ。どうする？受けてみるか？それとも諦めて帰るか？私、諦めません！絶対！ぜひテストを受けさせてください。お願いします。いい目だ。テストにはこれを使え。うわぁ、何ですかこの金属の塊。先っぽがとんがってて危なそうなんですけど。なんだ、カームズも知らないのか。カームズ？まあいい、使いこなせるかも含めてテストだ。ほら始まるぞ、油断するなよ。はい、私に任せて。さあ張り切ってこ。ミッションスタート。ゴブーンを強いエネルギー反応。ハギラさん、どうぞ。それそれ、なんかで使えそう。そりゃさあ、よしよしよし、なんかで使えそう。ハギラ、うわぁ、見切った。ゲット！
なんだったの今のテスト。緊急出動訓練にしちゃやけに物騒だったんですけど。すいません、今のテストって。悪くないな。もっとダメダメちゃんかと思っていたよ。え、それじゃあ。そんな甘くないぞ。次だ。ミッションスタート。ゴブンゴとっそれとっ、うわー、まだまだこれからだよ。それなっ、よっと、いけた。とりゃー、とりゃー、あっされー。えい、回復回復っと。そりゃ、これからだよ。エネルギー、ミッションクリア。ご無事で何よりです。やった、任務大成功。レベルじゃないですよ。おお、こいつはひょっとすると化けるかもしれんな。なんで救急隊のテストであんな変なモンスターと戦うんですか。突然危ないじゃないですか。怪我しちゃうかと思ったんですよ。ただ実戦でやれるかは未知数か。だがまあ補充要員と考えればまずまず旧大点だろう。あ、なんか言ったか。聞いてくれてなかったんですか。私が言いたいのは今のテストは何なんですかって。ああ、今のテストか。そうです、あんなめちゃくちゃなテストさせるなんて信じられません。テストは合格だ。ですから合格とか不合格とかそんなことを聞いてるんじゃなくて、私は。え、今なんておっしゃいました。合格だよ。合格？え、私が。着任の準備を整えて日時までにその書類に書かれた場所へ出頭しろ。私が。今度は遅刻するなよ。私が合格。ここが山頭か。なんか静かなところだな。島の過疎化が進んでいるっていうのは調べて分かってたけど、島に着いてからまだ誰の姿も見かけてないし、ここってゴーストタウンって感じなのかな。案内図だと空
ろそろ目印になる建物が見えるはずだけど、あの、いやでも、ごめんなさいです。こっちこそって、あれれ、あなたもしかしてテスト会場で会った？まあ、これはこれは奇遇ですね。その節は大変お世話になりました。そっか、あなたも救急隊員としてこの島へ配属されたんですね。私、今日から配属になったナンシエ。あなたは救急隊員で、いらっしゃるんですね。え、あなたは違うの？てっきり私と同じかと。すみません、私大変急いでおりますので。失礼いたします。ああ、行っちゃった。全然急いでる風には見えなかったけど、ま、そうそう、何かわからないことがあったらナビコさんに聞いてくださいね。ナビコさん？それでは失礼いたします。超マイペースだね。入り口はここしかないみたいだけど、誰もいないのかな。あ、ドアが開いちゃった。勝手に入っちゃダメだよね。どなたかいらっしゃいませんか？はいはい、こんにちは。うわ、なになに、いきなり。ドライブガールズ基地の全システムを司って2万飛んで800時間、みんなの心のスーパーアイドル、ナビコです。ルン、え、よろしくね、ピヒピロ。あ、その、こちらこそよろしくお願いします。って、あなた救急隊のテスト会場で私を案内してくれた。ピンポン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 ピンポーン、大正解、その通りです。前に会った時と全然キャラが違う。やだな、同じですよ。別にあっちだとお偉いさんたちがうるさくて猫かぶってたとか、そんなわけじゃありませんよ。猫かぶってたんだ。そっか、あなたも3等の配属になったんだね。ブッブーブー、大不正解。なんか感じ悪い。まあ普通そう思っちゃいますよね。こう見えて我が環境院保安部の財政状態も厳しいんすよ。早い話、私三等と本部のシステムを掛け持ちなんです。え、ここと本部の本部を掛け持ち？すっごい離れてるじゃん。はい、ですから私は本部勤務なんです。で、島の管理運営は本部からのリモートで行ってます。ですから悲しいですけど、ランシエさんとはこうしてホログラム越しでのお付き合い、遠距離恋愛な、ただならぬ関係の二人ってことですね。よくわかんないんだけど。え、ただれた関係の方がお好みですか？余計にわからなくなってるし。でも安心してくださいね、ちゃんと年中無休、24時間体制で基地内の管理に抜かりはありませんから。基地でわからないことや夜も眠れない恋の悩みがあったら、いつでも私に相談してください。文字通り不眠不休で対応させていただきます。いつでも対応してくれるのは嬉しいけど、恋の悩みは相談しにくいかも。じゃあ基地をご案内しますね。どうぞこちらへ。救急隊にしては
物々しい設備ね。ぶっちゃけバグズ警戒のために設営された基地ですけど、まだここで交戦した記録ってないんですよね。未だにバグズの正体もよく分かってない状態だなんて、ちゃんちゃらおかしいって感じですよね。バグズ？交戦って？そもそもバグズの痕跡と島の自然に被害が出た時点で、政府は全島避難を指示して、山島にもう民間の人たちはいませんし、レガリスさんも赴任以来ずっとパトロールを繰り返すだけの毎日ですからね。レガリスさん？それってもしかしてさっきのあの子のこと？いや、ちょっと待ってよナビちゃん。戦闘避難したのなら、私たち救急隊は何のためにここにいるの？救急隊？やだなランシエさん、冗談はよしてください。テストに合格しない限り救急隊員になれませんよ。いやいや、私合格してますから。テスト会場で担当の教官さんからテストを受けて、ちゃんと合格してますってば。だからこうして山頭へ寄ってきたんじゃないですか。いやいやランシエさん、合格してませんよ。そもそも山頭の救急隊は現在閉鎖されてますし。え？閉鎖？あらら、レガリスさんから緊急連絡だ。何？どうかしたの？レガリスさん、聞こえますか？応答してください、レガリスさん。こちら、パトロール中のレガリス、聞こえてますか？何か変な。チューニングします。こちら、レガリスです。もしもし、聞こえますか？この声、間違いない、あの子だ。ちょっと何これ、レガリスさんの周囲にこれまで記録されたことのない数のバグズ反応が出ちゃってる。教官はまだ本部の報告から帰ってないし。多分これ前に説明していただいたバグズっぽいです。いっぱいいますけど、私のこと襲ったりしないですよね。レガリスさん、まずはバグズを刺激しないように離脱を試みてください。無理です、囲まれちゃってます。あちゃ、それじゃあ仕方ありません。カームズを使って脱出路を切り開いてください。それも無理です。カームズっていうのを基地に置いてきちゃいました。今日は教官もお留守だって聞いてましたから、たまには持たなくっていいかなって。だってあれ重たいんですよ。そういう問題じゃないですよ。いいですか？ねえナビちゃん、あの子レガリスちゃんって子に何かあったの？何か私にできることないかな？ランシエさんにできること？そうか、どうですかランシエさん。うん、ちょっと重いかもってぐらいけど大丈夫、なんとかやれそうだよ。敵のバグズはテストの時と同じと思っていただいて結構です。そもそもあのテスト用シミュレーターは実際のバグズを模して作られたものですから。なるほど、そうだったんだ。ただ今回の相手は本物ってことだよね。はい、くれぐれも気をつけてください。それではご武運を。ランシエ出ます。ドライブガールズ出動。
戦闘開始です。やっつけちゃってください。あ、浅いよ。そのバグズを倒してください。あれ、まだまだこれからだよ。うわぁ、とりあえず抜け。私たちがバグズって呼んでいるのは、まあ謎の生命体って感じですかね。私たちの世界の進化系統のどこにも当てはまらず、体組織の構造分析からしても、そもそも果たして生命体と呼んでいいのか怪しいぐらいなんですよ。そのバグズがこの三島にだけ現れたの？はい、最初は固有の新種かなんて思われたんですけどね、時間が経つにつれバグズが原因とみられる異変が島のあちこちに。
さすがにこのままじゃ島民の生活にも影響が出るってことで、待機予選を名目に全島避難が決まったんです。対策も何もない状態でバグズの存在を公表したら世間はパニックですからね。そうだったんだ。そして対バグズ戦のために組織されたのが我らがドライブガールズってわけなんです。ふーん、そうだったんですか。え、レガリスちゃんも知らなかったの？前に一度聞いてますけど、その時はちんぷんかんぷんでした。そうだったんだ。でもバグスを間近で見た今はよく理解できました。そっか、そうだよね。私が留守の間に大変だったな。あなたは、あ、教官。この基地では教官ではなく隊長と呼べと言っただろう。教官、お帰りなさい。ほら見ろ、レガリスまで。そうだった。着任早々の活躍見事だったな、ランシエ。三島へようこそ。隊長としてお前の着任を歓迎するよ。あ、いえ、こちらこそ。って、そうじゃありません。教官、私のこと騙したんですね。騙しただなんて人聞きの悪いことを言うな。でも私が合格したのは救急隊員のテストじゃなくて、島に出没し始めたバグズとかって危険な生物と戦うドライブガールズの入隊テストだったんですよね。その通りだ。それに何か問題でも？問題大ありですよ。私は救急隊員になりたいんです。全然違うじゃないですか。ランシエが落第した救急隊とは多少趣は違うが、大きな目で見れば似たような任務だろう。のう、のびこ。いや、そこで私に振られてもぶっちゃけ全然違うし。ほら、細かいことを言うな。細かくないでしょ。そうか。そうです。そんなに嫌か。嫌とか言う以前の問題です。はあ、ならばやむを得んな。ナビコ、ランシエの除隊手続きと帰りの便の手配を頼む。はーい、合点承知のすけ。では、帰りの便の安全を確保するため、ポート周辺のパトロールへ行ってきますね。はい、レガリスさん。お気をつけて、忘れ物のないようにしてくださいね。大丈夫ですよ。今日はちゃんとカームスも持ちましたから。あれ？やっぱり忘れ物ですか？ナビコさん、やはり…ランシエさんのお気持ちは変わらないでしょうか。はい、おそらくですよね。はあ、残念だよ。え、いや、今さらだが、お前の素晴らしい資質と出会えて心から喜んでいたんだ。教官、そ
それってまた私を騙そうとしてません？これは嘘偽りのない私の本心だ。だがまあ信じてもらえなくても仕方ないな。と私すまなかった乱視。いえそんな私やっぱり。ん？やっぱりなんだ？やる気になったか？なってません。し、今の流れだったら落とせると思ったのに。なんで舌打ち？やっぱり騙そうとしてますよね。教官、帰りの便は予定通り手配しましたよ。なあ、ご苦労。周囲のエリアも万一に備えてデガリスさんに張り付いてもらってます。ありがとうね、ナビちゃん。そっか、デガリスちゃんも出動してくれてるんだ。でも教官、やっぱり人材不足だからってあのスカウト方法はまずいですよ。何がまずいんだ？こっちは救急隊の連中が頭を下げて頼むからテストの担当官を手伝っているんだぞ。でも毎度毎度ヘッドハンティングしちゃってるのはどうなんでしょうかね。いつもあんなことしてるんですか？いつもじゃない。成功したのはお前でまだ2回目だ。2回目って他にもしてるじゃないですか。ご歓談中申し訳ありません。1回目に成功した方から教官に連絡が入ってますけど。こちらレガリスです。聞こえてますか？どうしたレガリス、到着時刻はまだずいぶん先だろう。どうしたんだ？それがですね、なんかまた囲まれちゃいました。ごめんなさい。なんだってバグズか。うわ、大変です。レガリスさんを中心にバグズの反応がどんどん集まってきています。嘘。恐ろしい数だな。本部の推定数をはるかに上回っている。いいかレガリス、よく聞け。今から私が助けに行く。それまで時間を稼ぐんだ。決して無理はするな。分かったな。了解です。ナビコ、私のカームズを出せ。至急出る。お体は大丈夫なんですか？私の都合など関係ない。急げ、もたもたするな。了解。レガリスちゃんがまたバグズに？でも今回は教官が行くって言ってるし、何も問題ないよね。大丈夫なんだよね。ナビコ、こっちは OK だ。射出してくれ。本当にいいんですね。その体じゃバトルに耐えられる時間は限られちゃいますよ。その前に片付けてしまえばいいだけだろ。まあ、つべっこべうるさいぞ。とっととハッチ開けろ。まったくもう、こっちは心配して言ってるのに。ハッチオープン。出る。ねえナビちゃん、教官ってどこか体の調子が悪いの？悪いも何も、昔の傷が原因でどっちかって言えばボロボロって感じです。昔の傷？教官は人類で初めてバグズと戦った方なんです。その時背中に重傷を負ってしまって、本来カームズなんて装備して戦える体じゃないんですよ。なのに無理しちゃって。そうなの？まあ実戦経験者ですから簡単にやられはしないと思いますけど。教官、レガリスちゃんを助けるために無理して出て行ったんだ。バグズに囲まれてるレガリスちゃんを助けるために。私は、ねえナビちゃん。はい。この前
回私が使った装備ってまだあるかな。ランシーさんが使ったカームズのことですか。そう、それいやあっち行ってください。もうついてきちゃ嫌です。大丈夫かメガリス。教官来てくれたんですか。嬉しいです。一緒にここを離脱するぞ。はい。倒しても倒してもキリがありません。囲まれてしまったか。なんとかレガリスだけでも。教官、あれを見てください。あれはランシ。二人とも早くこっちに。ドライブガールズ出動。さあ張り切ってこ。ミッションスタート。ゴブーンを。
テムゲット。見切った。まだまだこれからだよ。遅いよ。見切った。回復回復っと。えい。見切った。やっ、見切った。遅いよ。そりゃそれ。見切った。飛ばすよ。見事だったよ、ランシエ。おかげで私もレガリスも助かった。はい、ランシエさん、ありがとうございました。いや、そんな、私、ただ無我夢中で。無我夢中であれができれば大したもんですよ。ねえ、教官。ああ、またランシエに助けられたよ。ありがとう、ランシエ。ランシエさんの帰りの便が出る時刻ですね、教官。ああ、行ってしまわれましたね。やっとお仲間ができたと思ったんですが。寂しい。レガリス、お前にもすまないことをしたな。許してくれ。そんな、謝らないでください。またランシエさんみたいな素敵な方を見つけてくださいね、教官。そうだな。あれほどの才能は難しいかもしれんが、約束しよう。
必ず見つけるよ。ついでにもう強引な勧誘もしないって約束してくださいよ、教官。ランシエさん、ランシエさん、帰らなかったのか。教官の言葉を信じることにしました。ここでやらせてください。それじゃあ改めてよろしくお願いします。こちらこそよろしく頼む。よろしくお願いしますね、ダーシエさん。やったThank you.
慎重にな。了解しました。とはいえ油断はするなよ。準備が整い次第開始だ。はい、私に任せて。大丈夫、いけるよ。
大成功。大丈夫？レガリスちゃん。大丈夫ですから、ご心配なく。どうしたレガリス？後から来たランシエにもう遅れを取っているぞ。はい、すみません。ちょっと休んだ方がいいよ。あ、少し頭を冷やしてこい。はい、わかりました。困ったもんだな。ちょっとひどくないですか、教官。あんな言い方するなんて。レガリスちゃん落ち込んじゃいますよ。お前はあいつのポテンシャルを知らんから、そんな無責任なことが言えるんだよ。私はあいつの素質を引き出してやりたいんだ。作戦のためにも、レガリス本人のためにもな。レガリスちゃんのため？成果を見せる時だ。ドライブガールズ出動。バグズの姿は見当たりませんね。待って、ほらあれ、ドライブガールズ出動。私ですか？頑張りますね。準備 OK です。ミッションスタート。ゴブーンゴ、強いエネルギー反応。皆さん気をつけて。ダメ。レガリスちゃん、ありがとうございます。ランシエさんこそすごかったですよ。おや、何でしょうか。あんたたち島から出て行きなさい。え、誰？この島は渡さない。え、女の子？島から出て行け。ランシエさん、あの方、お知り合いですか？さあ、
島の人たちはみんな避難したんだよね。はい。となるとあの方はバグズということでしょうか。いやー、どう見たって普通の女の子でしょう。あんな可愛い子どこをどう見たってバグズになんか見えないし。なんですって、今私のこと指さしてなんて言った。え、別に何も、ただ普通の女の子だよって言っただけで。くぅ、もう承知しない。お前たちがバグズだろうがなんだろうが、私を子供扱いするなんて許さないんだから。何かご立腹みたいですね。私と勝負しなさい。オッケー、よし。デガリス、大丈夫です。はい、私に任せて。行ってみよう。レーススタート。
バグズにしてはやるみたいね。いや、なんかすごい勘違いしてるみたいなんですけど。ん？あれ？あれ？私、あなたとどっかで会ったような。今日はこの辺にしておいてあげるわ。泣き惜しみがひどいですね。次は覚えてなさいよ。だね。行っちゃいましたね。どこかで会った気がする。どこだったっけ。Thank you.
失礼ですが、お名前を伺ってよろしいでしょうか。
私はギャラクサ、この島のものよ。へえ、ギャラクサちゃんって言うんだ、この島でね。ん？あれ、なんか変じゃない？ですね。島の方々は避難して、この島にはもう誰も残ってないはずですが。それは。え？あ、ちょっと。急な用事でも思い出されたんでしょうか。はあ、思い出した。え、ランシーさんの急用なんですか。そうじゃなくて思い出したの。私やっぱりあの子と会ったことがあるよ。お知り合いなのですか。テストの日、街で私とぶつかった子だ。ランシーさんが着任してくれて、私本当に嬉しかったんですよ。何しろそれまでドライブガールズは私一人だったんですから。だよね、たった一人でバグズ襲来に警戒をしてたんだもんね。さぞかし心細かっただろうね。いいえ、それは大丈夫です。ランシーさんがいらっしゃるまでここのお仕事がバグズを相手にすると知りませんでしたので。そうなの。ところでランシーさんはどうしてドライブガールズに志願されたのですか。ご両親がコネクションをお持ちだったとか。いや、そういうのは全くないから。実は私、本当は救急隊員になろうと思ってテストを受けたの。救急隊員にですか。ではなぜ今はこうしてドライブガールズを。それにはいろいろあってね。教官に騙されたっていうか、はめられたっていうか。はい。バグズ反応あり、至急現地に急行してください。了解。了解です。ドライブガールズ出動。